きまして、日弁連の健康問題対策、本部の山口亮太さん、よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました弁護士の山口です。私をですね、衆議院での審議の状況、それから参議院での審議の状況、もう一度読んでみましたけれども、法律家としてとっても悲しくなってしまいます。まず第一に、いろいろ言っていますけれども、政府が今回何十年も続けてきた政府の憲法解釈を突然閣議決定で変えてしまった、このことは何よりも憲法の平和主義の限界を超える、それから長年にわたった政府の見解を勝手に変える、公的安定性を害している、このことは明らかだと思います。そのことを首相の補佐官もはっきりと言っています。これは言い間違えたんではなくて、まさしく本当のことを言う、あの人はすごい正直な人なんだと思います。昨年の4月1日の閣議決定では、その前に公明党とこれまでの政府の考え方と論理的な整合性を合わせる、法的安定が大事だ、そういうことで作ったと言われてきたんですが、総理の補佐官がそれを根底から覆すようなことを言っている、これが今回の法案の問題点を明確に示していると思います。弁護士は法律家です。法律の支配、法の支配、法的安定性、立憲主義、こういうことが何よりも大事だと思っています。もし法律に基づかなくて、総理大臣がこいつは気に食わないと思ってしょっぴいてしまう、こういうようなことが起こったら、皆さんの安全な平和な日常生活は一日も成り立ちません。そういうことが起きないようになっているというのは、憲法で基本的人権が定められていて、たとえ議会で多数を握っていたとしても、総理大臣でも一人一人の人権を守らなければいけない、こういう立憲主義、憲法に基づいて政治が行われる、憲法の制約を政治家が守る、こういうことがあって皆さんの一日一日の生活が実はできているんです。それが今根底から覆されそうになっているから、法律家はみんな立ち上がって、これではいけない、憲法を揺るがせにするような法律はいけない、こういうことで立ち上がっているわけです。それともう一つ、審議を聞いていて、法律を作るには立法しなければいけない立法事実が必要だ、そういうことがよく言われます。もう最初はホルムズ海峡と言っていたものが、また閣議決定の時にはお母さんと赤ちゃんを乗せた米艦を防護すると言っていたのが、どれもこれも審議の中でだんだん怪しくなってきています。最近では南シナ海のことを言い出したり、それから中国が日本のそばで油田を作ってる、海底油田を、ガス油田を掘削する櫓を作ってる、こういうことも言い始めました。でもそれは集団的自衛権で地球の裏側まで行って何かしようとすることの理由にはなっていないと思います。中国との問題や尖閣の問題は日本の専守防衛の問題です。国を守るという問題と遠く外国まで行って戦争する、これは全く別のことです。そういうことがきちんと議論されないから国民の理解は進まないんです。もっとも国民の理解が進んでも憲法違反の法律が憲法に適合することはありません。その意味で弁護士会は52の大会すべてが安保法制、集団的自衛権の容認はこれは憲法に反する、
立憲主義に反する、令和憲法に反する、こういうことで今ここで頑張らなければ法律家として法の支配という国の根幹が失われてしまう、そういう気持ちで頑張っております。皆さん暑いですけれども、私もだいぶ年取ってきて大変ですけれども、元気を出してですね、最後まで頑張ってこの法案を廃案に追い込む、弁護士会の市民の皆さん、お集まりの皆さんと共に最後まで戦う、そういうことを決意して連帯挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。